さあ、えー、基礎三中ヘビメタルを語る。今回はですね、まあ、ここまでの流れのラウドネスと非常に密接な関係にあるあるバンドをちょっと語らせてもらおうかなと思っております、えー。そのバンドとはこちらでございます。じゃあ、スライでございます。 はいえー、メンバーご紹介しておきましょう。えー、ボーカリストが、えー、新原実さん。そしてギタリストが、えー、石原慎一郎さん。これはの元アースシェイカー。この時点ではですね、今またアースシェイカーで活動されてます。そしてベースが元ブリザードの、えー、寺澤孝一さん。ドラムが、えー、樋口宗隆さん。言わずもがなのラウドネス。というスーパーバンドですで。なんでこんなスーパーバンドが生まれることになったのかというのをいろいろなエビデンスをもとに。 私、ちょっとこれから喋っていきたいと思います。まず、えー、結成が1994年なんですけれども、まあ、アースシェイカーが解散状態になったギタリストのシャラさんがソロアルバムを作るという流れがまずきっかけなんですね。で、その時にボーカルで声をかけたのが他ならぬ新原さん。 で、これ、新原さん、もちろん、ラウドネスとしてという部分もあると思うんですけども、それ以外の実は縁があった。これがですね、えー、新原さんは、ラウドネスに入る前にもともとシャラさんとアースシェイカーをやっていたという経緯があるわけですね。アースシェイカーを脱退して、その時の理由が、えー、まあ、メタルみたいな音楽はちょっと俺にはって言ってお辞めになったんですけども、その後、 ゴリゴリのラウドに入っちゃうという。まあ、その辺の経緯はですね、まあ、実は、えー、まあ、これからいろいろと話題を掘り下げていくときに、えー、元になっているエビデンスになってますね。えー、この、新原さんの自伝、こちらを、一応参照させていただいております。さあ、そして、まあ、これでボーカルとギターが、まあ、昔ながらの仲間で、まあ、接点ができたわけです。で、じゃあ、ドラムどうするってなったときに、新原さんから進言したのが、 樋口さんだったわけですね。でドラム樋口宗隆さんに声をかけて、そしたらもうほぼほぼニュアンス的には二つ返事的な感じで合流してという流れになってます。で、ここでですね、じゃあベーシストでということで、これが面白いんですよ。誰に声をかけたかというと、えー、アンセムの柴田直人さんに声をかけるんです。すさまじいスーパーバンドがここでまず一つ出来上がるわけですよね。で、ここで、 まあ、あの、いろいろリハーサルとか重ねた結果、柴田さんからちょっと俺とは違うという話があり、結果的に柴田さんはリハーサルだけの段階で抜けられるという流れになったわけですね。じゃあ誰だっていう話でベーシストをまた探し出すわけなんですけれども、そこで、まあ、リハーサルかなんかなんかライブかなで、えー、一緒になった寺沢光一さんがうまいという話になり、そして寺沢さんに声をかけて、結果スライが生まれると。 でこのあとアルバム制作になるんですけれどもまあ石原さんが曲を書くイメージですよね <music>、えー、スライが出したアルバムは計4枚ということで先ほどもご紹介したこちらがデビューアルバムです、はい、で2枚目がですねこちらですね中見ると ま、こちらをお見せした方がいいかなっていう感じですかね。はい。そして3枚目が、えー、このキーというアルバムで、まさにこれがね、僕はスライというバンドにおいて、ある種キーポイントになったんじゃないかなと。うまい。そうでもないか。はい。そんなアルバムになってまして、えー、最後のアルバムがこちら。はい。バルカンウィンドというアルバムで解散と。 ということになりましたシャラさんがギタリストですから、事前の予想としては音楽性はやはりメロディアスなハードロック。まあ、そういうイメージで聞いたんですけども、これが意外や意外、ゴルゴルの正統派ヘビーメタルなんですよ。まあ、確かに樋口さんと新原さんがいる。まあ、寺澤さんもね、そのブリザードってメタルバンドですから。でも、あこんなにメタルっていうのが正直な僕の。 感想です。でもね、これ全然実は意外じゃなかったんです。僕、アースシェイカーも好きで、アルバム何枚か持ってるんですけども、えー、その中の、実は解散する、アースシェイカーがね、解散する直前のこのリアルというアルバムがあるんですけど、もし、あのー、聞く機会がある方聞いてみてください。これがね、いわゆる、モアとか、あと、レディオマジックみたいなイメージのアースシェイカーとは一線を隠す、メタルなんですよ。 めちゃめちゃ。特に一曲目のね、Ain't No Friend of Mine っていう曲、疾走感のあるね、ヘビーメタル、名曲が入ってて、アースシェイカーこんな感じになっちゃったんだって、かなり当時驚いた記憶があるんですけども、なので、もう点と点が離れてるわけではなくて、シャラさん的にはもう全然メタルの必然を持って生まれた、 曲であり、バンドであり、アルバムだったんですね。一応作風としては、まあ、この1枚目、そして2枚目の、ここまでは正統派のヘビメタル。3枚目のこのキーがですね、ガラッと変わって、ちょっとね、なんだろうな、プログレっぽい感じっていうんですかね。でちょっとまあ意外な感じがあって、で、最後のバルカンウィンドウに関しては、そのエッセンスを残しつつ、まあ、正統派にちょっと戻したかな、みたいな。 感じなんですこの4枚の中で、まあ、どれか1枚聴くとするならばこのアルバムを聴いてほしいというアルバムこのあとがっつり紹介させてもらいたいと思います4枚のアルバムの中で特に基礎が皆さんにまず聴くならこのアルバムと思うのをご紹介したいと思うんですがそれがまあファーストー。 ねえ、これがもう本当に、いわゆるヘビーメタルの名曲揃い。で、当時ね、まあラジオとかちょいちょい聞いてた自分、僕もちょうどね、この辺って僕、笑い芸人志してなるぐらいのタイミングなんですけど、まあね、ラジオ聴いてて、すげえスポット CM とかで、このスライがね、売り出されてたんですよ。で、やっぱり今あんまりこうメタルのバンドが、 ラジオの CM でってちょっとイメージないじゃないですか。でもね、それがもうかなり頻繁に耳にするぐらい、この、プッシュされてたわけですよね。一曲目が Cry of War という曲で、すげえ重いスローテンプな曲なんですよ。あの、プレイ y for t 的な重い曲なんですけど、新原さんが歌うとまたこれがね、 雰囲気が変わるわるけで,すよ、ねでえー、その後が、そのスポット CM なんかですごいそのサビの部分が使われてたんですけど、キングダムカムという曲で、で、これがね、あのサビでダーイ、ダイ、ダイ、ダ,イ,ダイっていう、これが CM で何度も流れてて。 まだからライブが見えますよね。こう、コールレスポンスみたいなんで、こう、新原さんがね、観客にこうマイク向けて、大々って拳を突き上げるイメージが非常にスムーズに湧く名曲になっております。で、3曲目が、まああの、I spend my life just loving you というバラードで。 で、まあ、やっぱ、り新原さんの魅力ってバラードがし、染みるじゃないですか。まあ、そのバラードも随所に入れてるんですけど、でも基本はメタルということで、サイレントサンダーって4曲目、5曲目、スライ、まあ、この辺、なんかこう、ちょっとね、あの、軽快なメロディーのやつとかが、えー、ちょいちょいと入ってたりと。も、ま、う、あ、この辺も前半なんかもう、パーフェクト。 うん。でも後半もそのままの流れで、もう本当にバラエティに富んだ、ちょっとこう、ブルーズっぽい曲があったり、で、しっかりとこうね、あの、メタルなんですけど曲調も、えー、非常にバラエティに富んでて、あの、本当にアルバム1枚通して楽しめる。ただまずね、やっぱこれ聴いてほしいなと思います。スライデビューアルバムでございます。まあデビューというにはベテランすぎるラインナップですけれどもね、スライの話でございました。